はい、こんにちは。まえチャンネル前原でございます。はい、今日はこちらですね。デュエルマスターズのデッキ一撃完成、デュエマックス160です。はい、こちらですね、以前、デュエマーのカードがしまえるっていうですね、カードケースを紹介したときに、こんなコメントをいただきました。光文明ならヘブンズゲートやスパークのカードを入れればいいですよ。それとデュエマックスはいいですよというふうにコメントをいただきました。ありがとうございます。それで早速買ってみたわけでございますね。その2枚のね、カード入ってるみたいなんでね。こちらですね、2015年に発売になったものですね。なので、Amazon で購入しました。ちなみにですね、カード160枚入っております。それで、ランダムに入ってるわけじゃなくて、このボックスは全て同じカードが入ってるってやつですね。で、すでに開けております。こんな感じ で、この箱ね、とてもいいのが、これ自体がですね、ストレージになるわけですね。だいたい350から400枚ぐらい入るんじゃないかなというふうに思います。で、実際ですね、革命と侵略のこのカードが両側に入っておりました。それと中にはですね、この2000万デュエンが入ってましたね。あとは革命デッキの作り方っていうですね、こういうポスターっぽい大きな紙が入っておりました。あとこちらですね、ビーナーズデッキビルダーガイドって、これちょっとね、漫画になってますね。はい、こちらが革命軍のカードになりますね。まずはこちらですね、革命竜ジゴン、メガコマンドドラゴンですね。コスト6で進化クリーチャー、トリプルブレーカーです。パワー13000。そして精霊竜スタルリード、エンジェルコマンドドラゴンですね。コスト6の進化クリーチャー、ダブルブレーカーだね。パワー8500。そして悪魔竜王ギランギラー、これも進化クリーチャー、コスト4のパワー7000。コスト4なんだ、かっこいいなこれ。そしてコードネームバルキリーラゴン、熱血竜バクアドルガン、あ、これ2枚入ってて、ゴーゴージゴッチ、あ、これは2、3、4枚入ってますね。火炎タイガーグレン王、あ、これシールドトリガーですね。コスト7です。あ、天使閣竜王無尽。あ、シールドトリガーですね。マナ武装5。おー。2枚入ります。コッコルピア。1、2枚。クリムゾンチャージャー。あ、チャージャー。この呪文を唱えたとき、墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置ける。おー、これはいいシンクに使ってほしくない。竜遊伝承、コッコゲット。マナ武装3です。メテオチャージャー。この呪文を唱えた後、墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。これもだね。マナ加速っぽいやつだね。そしてここから光文明ですね。トゥルーネーム、バウライオン。このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、呪文を2枚まで自分の墓地から手札に戻してもよい。はい。で、今回はですね、この光を揃えたいなと思ってね、購入したので、この辺ね、重点的に見ていきたい。低運の精霊竜バールハイト、コスト7のエンジェルコマンドドラゴンですね。ダブルブレーカー、パワー6500で、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時、自分の山札の上から2枚を見る。その中から1枚を表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置き、もう1枚を自分の手札に加える。おお、素晴らしい。魔法の玉タルー、このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、自分の山札の上から1枚目を表向きのまま、新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置く。おー、いいね。お、4枚ある。音階の精霊竜、コルティオール、シールドトリガーですね。このクリーチャーがバトルゾーンに出たとき、バトルゾーンにある自分のドラゴン1体につき、相手のクリーチャーを1体選び、タップしてもよい。素晴らしい。お、これも、お、4枚ありますね。DNA スパーク。あ、これだよね。これ。自分のシールドが2つ以下であれば、自分の山札の上から1枚目を表向きのまま新しいシールドとして自分のシールドゾーンに置いてもよい。素晴らしい。DNA スパークは2枚。あ、出た！ヘブンズゲート。これだね。進化でない光のブロッカーを持つクリーチャーを2体まで自分の手札からバトルゾーンに出す。素晴らしい。ヘブンズゲートは1、2、3、4枚ある。おー、やった。ガガの精霊、平家ダブルクロス。コスト5のクリーチャーでブロッカーですね。雷鳴の守護者、ミストリエス。
他のクリーチャーがバトルゾーンに出た時カードを1枚引いてもよい。おお、素晴らしい。これも超過の翼デネムモンゴ、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時カードを1枚引いてもよい。その後コスト3以下の光のクリーチャーを1体自分の手札からバトルゾーンに出してもよい。おい、いいね、いいね。続いて精霊の翼コッコルア、自分のコマンドドラゴンの召喚コストを1少なくしてもよい。これが2枚、お、3枚 ?4 枚あるね。トワロチャージャー、チャージャー、この呪文を唱えた後墓地に置く代わりに自分のマナゾーンに置く。お、これは入れたい。これは2枚、2枚か。ああ、そしてここから闇文明ね。なるほどねごめんなさい、闇ちょっとね興味ないんで今ね、光しか見てない感じですね。暗黒街ギランでした、こちらね。これ4枚あったね。西部人形ザビバレル、ボーン踊りチャージャー、これが2枚ですね。地獄門デスゲート、うわ怖っ。相手のアンタップしているクリーチャーを1体破壊する。そのクリーチャーよりコストが小さい進化でないクリーチャーを1体自分の墓地からバトルゾーンに出してもいい。あ、これはいいですね、素晴らしいですね。あ、デーモンハンド、デーモンハンドが2枚3枚4枚ありますね。死神術師デスマーチ、これが2枚。寄生虫ヤダイズナ、これが2枚。白骨の守護者ホネンビー、これが2枚。コッコドッコ、これも2枚だね。汽車男、怖っお、汽車男も4枚入ってますね。解体人形ジェニー、これが2枚でした。そして続いて侵略軍のカードを見ていきましょう。超豪速 SAW、コスト5で進化クリーチャーパワー7000ですね。ダブルブレーカー、自分の引きのクリーチャーすべてにスピードアタッカーを与える。うわ、これはちょっとエシンクに黙ってようかね超規定列ダイスダイス、進化クリーチャーでコスト5パワー7000ですね。ダブルブレーカー、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時カードを4枚引く。その後自分の手札を相手に2枚見ないで選ばせ好きな順序で山札の一番下に置く。なるほど。鳥獣軍隊フォックス D、進化クリーチャーでコスト5、パワー9000ですね。無敵バトラゴン、豪速シングル、あ、豪速シングルが2、3、4枚入ってますね。燃えるラブスナイパー、これが2枚。ロケットダッシュファルコンボンバー、これが2枚。音速タルト、これは4枚入ってますね。シールドトリガーだね。鬼キリマル、これも、あ、これ2枚。クックポロン、これも2枚ですね。あ、3枚4枚。あ、これはあれだね、コスト2でパワー1000だけどこのクリーチャーアタックされないっていうシンプルなテキストですね。ここからは水文明ですね。キテレツサイコロン、これが4枚。そして流祖記号 BG ニュートン専用パンツァー、これが1枚で、お、アクアサーファーリキッドピープルですね。これが4枚入ってますね。そしてラグナロクザクロック、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時ターンの残りを飛ばす、次のプレイヤーのターンをすぐに始める。お、あ、これはいいね、こういう効果があるんだ。へー、なるほど。フォーチュンボール、アクアスーパーエメラル、ブロッカーですね。アクアエボリューター、侵略者ボースが4枚入ってますね。アクアハルカスリキッドビープル、クラゲン、クラゲンは2枚。スタートダッシュマイパッド、これは4枚ですね。スパイラルゲート、サンクチュアリオーディンベルセルク、このクリーチャーがバトルゾーンに出た時好きな枚数のカードを自分の墓地からマナゾーンに置く。え、素晴らしい。獣軍隊フォック、
が2、3、4枚。おお。クラッシャーベア小姫2枚、エボリューショントーテム2枚ですね。ナチュラルトラップシーズトリガーが4枚かな。大神秘イダ、ヨーラン類エグザウラー、これも2枚ですね。侵略者アジャラシは3枚ですね。ブロンズアームドライブ、スタートダッシュケラサス、これは4枚入ってました。冒険妖精ポレゴン、これは4枚ですね。以上でございました。はい、ということで今回はデュエルマスターズのデュエマックス160のカードを一通り見てみました。最近ですね、私光文明でシン君とよく対決しているので、このですね光文明かなり使えそうですね。楽しみだな。これヘブンズゲートとかすごいいい感じですね。そしてですね、先日はですねライブ配信でご覧になっていただいた方ありがとうございました。そしてアーカイブでも見ていただいた方ありがとうございました。たくさんのアドバイスのおかげで、分からなかったところ、洗い出せたかなと思います。またですねライブ配信でデュエマの対戦をやろうかなと思っておりますので、またその時が来たら、告知したいと思います。はい、ということで今回は以上でございます。バイバーイ。